あんたは他人なんだから赤ん坊には一切合わせない。娘の夫はニヤニヤしながら私にそう言ってきた。もう一切合わせないって本気で言ってるの？私の孫なのに。私が食い下がってそう言うと、娘夫婦側にいる夫がこう言った。何言ってんだよ。お前は血がつながってないだろ。他人は遠慮しろよな。そして娘夫婦と夫は私にさっさと帰れと言ってきた。わかったわ。でも出ていくのは私だけじゃないわよ。え？私がそう言うと、店の中からゾロゾロと親戚たちが出てきた。ちょっと待って、どうして？私の名前は真由美、51歳の在宅ワーカーだ。夫のたけしとは結婚して16年になる。夫にはカナという連れ子がおり、当時娘は8歳だった。私と夫の出会いは仕事関係で、私が働いている会社によく営業で来ていたのがたけしだった。何度か一緒に仕事をして私たちは距離が縮まっていき、彼から食事に誘われたのをきっかけにプライベートでも会うようになった。それから何度かデートをして彼から告白をされて付き合うことになった。彼は私の3歳上なのだが、年上なだけあって包容力があったと思う。当時の私は彼に大人っぽさを感じて自然と惹かれていった。だがお付き合いを始めてから1ヶ月ほどが経った頃、彼から子供がいると言われた。奥さんの不倫が原因で離婚をすることになり、彼が子供を引き取ったらしい。今は彼の実家でご両親に子育てを協力してもらいながら生活しているそうだ。まさかバツイチで娘がいるとは思わなくてびっくりしたが、それでも私は彼のことが好きだったのであまり気にはしていなかった。今は離婚を経験している人は多いし、子連れの人と再婚するのも珍しくはないだろう。そんな家庭があるのだから、要は自分と相性がいいかどうかだと思っている。それから私は彼の娘と3人で会うようになった。彼の娘はとてもいい子で、私は毎回会うのが楽しみになっていた。そして彼も私と娘が仲良くしているのを見て安心したのだろう。ある日私は彼からプロポーズをされて結婚することになった。それから彼のご両親に挨拶をしに行き、その後婚姻届を出して結婚をした。私の親はすでに亡くなっており、私は父が亡くなった時に相続した家に住んでいた。実家は一軒家だったからかなり広く、だから家族3人で暮らすのにもいいということで、夫と娘が引っ越してきてこの家で住むことになった。3人での生活はとても楽しかった。新婚というのもあったのかもしれない。だから気分が上がっていたのだろう。私は夫に結婚をしたら家庭に入ってほしいと言われていたので、会社を辞めて専業主婦になった。きっと娘との時間をたくさんとって仲を深めてほしいと思っているのだろう。私も同じ考えだったので、家事を頑張りながら娘とたくさんコミュニケーションを取るようにした。最初の頃は家族3人で仲良く過ごすことができていた。だが結婚してから1年が経った頃だろうか、だんだんと娘の私への態度が冷たくなっていった。反抗期に入ってしまったのかと思い、私は言葉を選びながら慎重に会話をするようにしていたのだが、娘は乱暴な言葉を私に使ってきたり、生活態度がだらしなかったりと、怒らざるを得ないようなことが多々あった。いくら私が母親として経験が少ないとはいえ、ここはちゃんと叱らないといけないだろう。そう思って娘を叱るのだが、その度に娘は本当の母親じゃないくせにとか、お父さんに養ってもらってるくせになど反抗をしてくるのだった。私は娘とどう接していいのかわからなくなり、夫に相談をした。夫は腕を組み悩んでいる様子だったが、いいアイデアが浮かばず、今は仕方ないから我慢するしかないと言われてしまった。反抗期が終わればきっと優しくなるだろうとのことだ。ちょっと頼りないと思いながらも、娘がいずれ改心してくれるのを待つしかないのかなとも思った。しかしその後、娘は中学生や高校生になっていっても私への態度は変わらず冷たかった。まあ高校生もまだ反抗期だし、思春期だから、そうやって自分に言い聞かせていた。それでもこの頃は結構精神的にきつかった。
娘の学費を支払いながら生活費も確保するために私は在宅で日中に働くようにしていた。だから家族と仕事をしながら娘とのコミュニケーションをしなければならなかったのだ。その後、娘は高校を卒業して専門学校に進学をした。だが私は進路について一切相談をされなかった。娘はどうやらいろいろと夫に話していたようだ。夫から入学金の支払いについてとかするように言われて、ようやくどの学校に行くのかとかを知った。ここまで私は信用されていないのだろうかとショックを受けた。また私は夫に対してもいろいろと不満があった。夫は家事も子育てもその他のことも、家庭に関することはすべて私に丸投げだった。それなのに娘と一緒にいるときは優しい言葉をかけて甘やかしている。だから娘には好かれていたのだろう。しかも夫は結婚してからどんどん給料が下がっていき、娘が専門学校に合格した頃には勝手に会社を辞めてしまった。娘が一人暮らしを始めてよりお金が必要になっていたのに、なぜ辞めたのか私は不思議で仕方なかった。だが夫はもう出世の見込みがない会社で働くのは嫌だったという。自分の能力を認めてくれる違う会社に転職をしてバリバリ働くと言い出したのだ。それならせめて転職先を決めてから辞めてほしかった。私は夫のことは頼れないと思い、私が一生懸命働かないといけないと思った。在宅の仕事をどんどん増やし、生活費と娘の学費を私の稼ぎから支払った。その間、夫は一応転職先を探していたようだが、就活は全然うまくいかなかったようだ。だんだん働く意欲も失っていて、完全にニート状態になっていた。私は夫にものすごく幻滅したが、今離婚すると娘がかわいそうだと思った。夫には学費を支払う余裕なんてないから、娘は専門学校を辞めなければならなくなる。それは娘の将来を制限してしまうことになる。ここまで育ててきた以上、無責任なことはしたくなかった。その後、娘は専門学校を卒業して就職をした。これでちゃんと社会人になってくれたなと思ったのだが、娘は1年足らずで会社を辞めてしまったらしい。それからはフリーターをしながら生活をしているらしく、私は親として心配だった。そのため帰省してくるたびに少し口うるさくなってしまった。娘は嫌そうな顔をしていたが、全部娘のためだ。そうしないと夫のように怠けた大人になってしまう。だがどんどん娘との溝みたいなものは広がっていってしまった。そんな中、娘がある日婚約者を連れて家にやってきた。私は全然話を聞いていなくてびっくりした。どうやら夫は事前に娘から聞いていたらしく、普通に出迎えていた。そんな大事なことがあるなら私に前もって言ってくれればよかったのに。私は普段着でメイクだってしていなかった。そのため娘の婚約者は冷めた目で私のことを見ていた。娘も娘で私に対してその格好はないわと言ってきた。しかも夫までそれに同意して、本当にだらしないやつだからなと笑っていた。私はものすごく嫌な思いをした。いきなり娘が結婚の報告をしてきたのにはどうやら理由があったようだ。なんと娘は妊娠をしているらしい。私はそのことも聞かされておらずびっくりした。夫は当然聞いていたらしく、私だけが仲間外れだったようだ。納得がいかないと思いながらも、まあ娘が結婚して子供が生まれるのはめでたいことだ。だからどれだけ理不尽な目にあっても我慢をしていた。だがその後、私にとってもう耐えられないことが起きた。それは娘が出産をした時のこと。私は夫と一緒に病院に向かった。そして生まれてきた赤ちゃんを見て感動した。よく頑張ったな、かな。ありがとう、お父さん。生まれてきた子を抱いてあげて。娘は嬉しそうにしながら夫にそう言った。夫も幸せそうにして赤ちゃんを抱き上げている。私もその後に赤ちゃんを抱こうとした。するといきなり娘の夫が私の前に立ちはだかった。え？何ですか？カナは出産で疲れてますし、お引き取り願えますか？え？
ニートに我が子を抱かれるのも嫌なんですよ。はあ？ニート？私が驚いていると、娘と娘の夫は私にずっと冷たい目を向けている。とても居心地が悪くなり、私は仕方なく帰った。その時に私は彼らから家族として認めてもらえていないことを悟った。一体どれだけ私が娘のために尽くしてきたと思っているのか。そして私をかばうどころか、娘と一緒になって私をのけものにする夫。もう何もかも耐えきれなかった。今に見てろ。私を存在に扱ったことを後悔させてやるんだから。私は夫と別れる決意をし、娘にしていた援助も辞めることにした。そんな中、夫から娘夫婦が出産のお披露目会をするから来いと言われた。親族を呼んで料亭でパーッとお祝いをするらしい。親族付き合いなんて一切していなかった彼らがそんなことを言うのは、きっと出産祝いをもらうためだろう。どこまでもせこい人たちなんだなと思ったが、これはある意味チャンスだとも思った。そのお披露目会を私の復讐の機会にしよう。私は用事があると言って出先から直接お披露目会に向かうと夫に伝えた。そして少し遅めにお店に向かった。夫から早く来いと連絡が来ていたので、お店が分からず迷っているから店の外で待っていてほしいとお願いをした。だがこれは全て作戦だ。私は夫と娘夫婦が店の外に出てきたのを見て、彼らの前に姿を現した。お前遅いぞ。ごめんごめん。ま、でももう帰ってもらうけどね。娘はそう言って笑っている。どういうこと？私がびっくりしていると、娘の夫が口を開いた。はじめからあんたは招待していないから。あんたは他人なんだから、赤ん坊には一切会わせない。娘の夫はニヤニヤしながら私にそう言ってきた。もう一切会わせないって本気で言ってるの？私の孫なのに。私が食い下がってそう言うと、娘夫婦側にいる夫がこう言った。何言ってんだよ。お前は血がつながってないだろ。他人は遠慮しろよな。そして娘夫婦と夫は私にさっさと帰れと言ってきた。ああ、でもあれはもらわないとね。そう言って手を差し出してくる娘。それはきっと出産祝いのお金のことだろう。仕方ないわね。私はそう言ってバッグから封筒を取り出した。娘は封筒の中を見ると鼻で笑った。こんな程度でお祝いをしてるつもり？本当にケチくさい貧乏女だよね。こんなのお寿司代にすらならないじゃない。まあいいわ、さっさと出て行ってちょうだい。わかったわ。でも出て行くのは私だけじゃないわよ。え？私がそう言うと、店の中からゾロゾロと親戚たちが出てきた。え？ちょっと皆さん何をしてるの？どうして帰るんだ？まだお披露目会は始まっていないのに。娘夫婦と夫は顔面蒼白で帰る親戚たちを見ていた。ちょっと待って、どうして？夫が親戚の一人を捕まえて質問をした。すると親戚は冷たい目で夫を見ながらこう答えた。本当に最低だな、あんたたちは。全部聞いてたんだよ。え？親戚の一人が真由美ちゃんと電話をつなげた状態でいたんだよ。あんたたちと彼女の会話はスピーカーで全員が聞いていた。そんな。私たちはね、まゆみちゃんが来ると言うからここにやってきたんだ。それなのに彼女は来ないし、おかしいと思ったんだよ。そしたら彼女から電話が来てこれだ。彼女がどれだけ私たちと信頼関係を築くために頑張っていたか、あんたたちは知らないだろう。え？ゆきくん、あんたは親戚の集まりに一切参加しなかったよな。15年以上もの間、まゆみちゃんは親戚の冠婚葬祭に必ず参加して、毎回積極的に私たちのために動いてくれたのよ。私たちが今日ここに来たのも、まゆみちゃんがいるからさ。そうでなければ全く顔を出さない。会ったこともないあんたの娘の出産祝いになんて来ないさ。親戚の話に娘夫婦と夫は絶句していた。これでいいかい？私ももうこれ以上胸クソ悪いあんたたちと顔を合わせたくないんだよ。ああ。親戚にそう言われて夫は声も出せない様子だった。そして親戚たちは全員そのまま帰っていった。娘夫婦と夫はショックでその場にへたり込んでいた。
だが娘は顔を上げるときっと私を睨みつけた。あんたのせいよ。あんたが何もしなければ私はたくさんの人に祝ってもらえたのに。何言ってるのよ。あの人たちの言葉を聞いてた？私がいるから来たって言ってたでしょ。っていうかあなたの言うお祝いって祝い金のことでしょ。残念だったわね。誰からも結局祝い金をもらえなくて、私のそのお金だけがお祝い金になったわね。今では高級寿司でも食べられるだけもらえてよかったんじゃない？ふざけないで。出産祝いのお金で私たちは旅行に行こうと思ってたのに。うん、そういう魂胆だろうと思ったわ。よかったわ、皆さんの大事なお金がそんなくだらないことに使われなくて。くだらないことってそんなこと言わないでよ。っていうか責任を取ってみんなからもらえるはずだったお祝い金を返して。何を言ってるの。私は赤の他人なんでしょ。だからこれ以上あなたたちに対して何もする必要はないわよね。あとこれあんたに。ええ、私はそう言って離婚届を夫に突きつけた。ええ、ちょっと待ってよ。離婚届ってどういうことだよ。はあ、あなたこの状況で離婚されないとか思ってるの？どれだけ脳内がお花畑なの。私はあんたと結婚生活を続けるなんてもう無理なの。そう、そんな、俺はお前がいなかったらどうやって生きていけばいいんだよ。え？お父さんそれどういう意味？この人はお父さんの稼ぎを食いつぶすような金食い虫なんでしょ？あら、あなたそうやってこの子に説明をしていたの？随分と事実と異なるわね。私の稼ぎで今まで生活できてたっていうのに。え？ちょっと待てよ、あんたはただの専業主婦でしょ？在宅で働いてたのよ。っていうかそれについてもあなたにも直接説明してたんだけどね、この人の言うことしか信用していなかったってわけね。あなたの専門学校の学費だって私が出していたっていうのに、あなたへの仕送りだって私の稼ぎから出していたのよ。え、そんな。娘は真実を知って絶句していた。娘の夫も聞いていた話とは違ったようで口を開けてポカンとしている。お父さん、それ本当なの？私何も聞いてないんだけど。ああ、いや、それはその。夫は娘に問い詰められてしどろもどろになっている。半分は本当だけど半分は違う。俺だって一生懸命働いて金を入れてたさ。何言ってるのよ。たった3日でバイトを辞めたくせに。はあ？ 3日？ ダサすぎるでしょ。あれはきつすぎて腰が。言い訳とかいいから。それからあんたは仕事を探すこともしなくなってずっと家でゴロゴロしていたわよね。それじゃあ実家に帰ってお父さんがいた時は休みだったんじゃなくてニート状態でずっと家にいただけなの？そう、それは。ええ、その通りよ。それなのに親戚の冠婚葬祭には出ないし、集まりもめんどくさいだとか仕事をしていなくて恥ずかしいとか言って参加しなかったのよ。最低。そんな情けない父親だなんて思わなかった。わ、待ってくれよ、カナ。お前にいつもブランド品のバッグとか誕生日にプレゼントしてあげただろ。それは全部お母さんが働いて稼いだお金なんでしょ？ええ。いい加減、あんたにはもう言い訳することすらできないことに気づきなさいよ。あと、あんたの荷物だけどカナの家に送ってるから。え？どうして？それも忘れたの？あの家は早くに亡くなった父から私が相続した家よ。そこにあなたがカナを連れて一緒に暮らすようになったんじゃない。だからあそこは私の名義なの。せっかくリフォームしたし、売るのはもったいないから賃貸に出すことにしたわ。私はもう引っ越しを終えているから、あなたももうあの家には帰らないでね。ま、鍵を変えたからもう入れないけど。そんな。ちょっとお母さん待ってよ。今私の家にお父さんの荷物を送ったって言った？私こんな人と一緒になんて暮らしたくないんだけど。残念だけどあなたと血のつながった親だから責任はあなたにあるわ。ニートで生活態度もひどい、どうしようもない男をどうぞよろしくね。カナ頼む。マナミに捨てられてしまった俺はもう行くあてがないんだよ。ヒロキ君とカナしか頼りになるのはいないんだ。いやよ。っていうか私たちだってお父さんが援助してくれると思ってたのに、これじゃ計画が台無しじゃない。お母さん、これからの援助は。もらえると思ってるの？あんなひどい態度を取ってきたのに。
今日だってお祝い金だけもらって私を追い返そうとしたのに。それは真実を知らなかったから。知らなくてもそういう態度を取るべきではないわよね。もともと私のことをそんなに大事に思っていなかったってことでしょ。そんな人とはもう関わりたくないの。もう私たちは赤の他人だしね。それじゃあ私は帰るわ。あ、ちょっと待って。こっちに来て大丈夫？お店の人に怒られるんじゃない？え？私がそう言うとお店の方が娘夫婦の前に立った。お客さん、食事の準備ができているんですが。あ、それはキャンセルで。はい、もう20人分用意し終わってるんですよ。食事の開始時間も過ぎていますし、キャンセルなんてできません。20人分の料理のお代はきっちり支払ってもらいますよ。え、でも20人分って1人1万円のコースだから20万円。そんなの無理です。出産祝いももらえてないのに。そうですか。それでは警察を呼ぶしかないですね。警察、勘弁してください。ではきっちりお支払いいただけますか。お母さん助けて。娘はそう言って私に助けを求めてきたが、私には関係ない。私は呼びかけを無視してその場から立ち去った。ちらっとお店の方を見ると、娘夫婦と夫はお店の中に無理やり戻されていた。あれはもう支払いをしないと絶対に返してもらえないし、支払わなかったら警察を呼ばれるだろう。今まで好き勝手やってきた罰が当たったのだ。ここで痛い目に遭って自分たちの今までの行いを反省した方がいい。その後、娘の夫が彼の親に連絡をして頼み込んで食事代を肩代わりしてもらったらしい。だがこんなことになった経緯について全てバレたらしく、娘夫婦は娘の夫の両親に縁を切られたそうだ。そして生まれてきた子供に関しても娘夫婦に任せるわけにはいかないと娘の夫が引き取ったらしい。その後、娘から電話がかかってきた。もしもし、まだ何か用かしら。お母さん助けて、子供を奪われたの。取り返したいからお母さんと一緒に住まわせて。はい？あなた何を言ってるの？そんなこと許すわけないでしょ。私たちはもう赤の他人なのよ。そんな、私たちは家族だったじゃない。親子だったのに娘のことを見捨てるの？都合のいい時だけお母さんと呼んだり、娘だったアピールをするのやめてくれない？そうやって私に助けを求めて、助けてもらったらすぐ裏切るんでしょう。そんなことしないよ。子供が常識のあるあなたの義両親のもとで育てられることになって安心したわ。正直、あなたとあなたの旦那に育てられるなんて、生まれてきた子供がかわいそうだと思っていたから。ひどいよ。そんなこと言わないでよ。そんなことを言われるだけのことをあなたはしてきたのよ。いい加減、自分が人として未熟だってことを認めなさい。そのねじ曲がった性格を直さない限り、こうやって何度も痛い目を見るんだから。もう話すことはないわ。あなたの父親とも離婚は成立したしね。正真正銘、私は赤の他人よ。あなたの望み通りになったわね。そんな。それじゃあさようなら。もう電話してこないでね。私はそう言って電話を切った。そして娘の電話番号を着信拒否にした。その後、娘夫婦はアパートを借りて貧しい生活を送っているそうだ。娘の旦那さんはもともと彼の父親の会社で働いていたそうなので、今回のことの経緯を全て彼の父親に知られてクビになったらしい。しかも自分は次期社長だと言って上司にも横柄な態度をとっていたことが明らかになったらしく、そんなやつを会社に置いておいたら空気が悪くなるし、辞める人も増えてしまうと危機感を持ったらしい。まあクビになるべくしてクビになったのだろう。あんな礼儀がなってない人は私も初めて会った。そういうところも娘と似ていて、だから惹かれ合ったのかもしれないな。ルイは友を呼ぶというのは本当にあると思う。まあ結果的に全てを失い、今は2人で貧しい生活を送っているようだが。そして元夫はなんとか部屋を契約できたらしいが、そこは生活保護者も借りられるようなボロい部屋だそうで、日雇いの仕事をしながら不便極まりない部屋で一人寂しく貧しい生活を送っているそうだ。娘夫婦も元夫もこうなったのは全て自分たちの責任だ。なるべくしてこのような顛末を迎えたのだろう。一方、私は現在地方のとある町で暮らしている。
そこは私が子供の頃に亡くなった母のふるさとだ。私も遠い記憶の中で小さい頃に両親と一緒に遊びに来た覚えがある。ここは母の生まれ育った町かと感慨深く思いながら、私は一人で平和に暮らしている。在宅ワークなのでどこでも生活ができるのはすごくありがたい。私は今母の実家があった場所の近くのマンションに住んでおり、毎朝公園を歩くのを日課にしている。ウォーキングがきっかけで知り合ったおばさまがいるのだが、なんとその方は母の元同級生だという。私はその方から母が子供の頃の話を聞き、母がどういう人だったのかより知ることができて嬉しかった。そしてその方の娘さん一家とも仲良くなり、だんだんと交流の幅が広がっている。母とゆかりのある人たちとこうやって知り合うことができて本当に良かった。この出会いはもしかしたら天国で見守ってくれている母が私にプレゼントしてくれたのかなと密かに思っている。これからも私はこのご縁を大事にしながら平和で穏やかな日々を過ごしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。いい加減にして、もうこんな生活嫌なんだけど、我慢の限界よ。私は気がつくとそのように叫んでいた。だが夫は冷たい目で私を見ながらこう言った。ああ、家事は誰がやるんだ。そして義母も顔を潜めながら私に怒ってきた。家政婦が甘えるんじゃないよ。もう我慢の限界だった私は家を出ていくことに。一週間後、半狂乱状態の夫から鬼電がかかってきた。頼む、今すぐ帰ってきてくれ。私の名前は香織、30歳の会社員だ。夫の健太とは結婚して2年が経つ。私たちは仕事関係で知り合った仲だ。それぞれが働く会社が取引先同士で、私たちは担当者だったことがきっかけだった。彼は私の3歳上なのだが、真面目に仕事に取り組んでいる姿を見て、私は彼に惹かれていった。そして何度か仕事を一緒にしていくうちに、彼との距離が縮まっていった。彼はある日私を食事に誘ってくれた。私はすでに彼に好印象を抱いていたので食事に行くことに。その時初めてプライベートで会ったのだが、彼はプライベートでは仕事の時とは違って陽気で面白い人だった。それがいいギャップで、私はさらに彼に惹かれていった。そしてそれから何度かデートを重ねていき、私たちは付き合うことになった。彼は紳士的でとても優しくて、私は彼と一緒にいてかなり幸せだった。私たちは音楽の趣味が一緒で、よく2人でライブを見に行ったりしていた。好きなものが同じということは楽しいことだ。共感し合えることも多く、好きなものについて話しているだけでとても幸せな気分になる。それから私たちは順調に交際を続けていた。そして交際を始めてから1年ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。これからの人生も俺と一緒に歩いてほしい。俺と結婚してくれ。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。すぐにお互いの両親に結婚の挨拶をしに行った。私の両親への挨拶は何も問題はなかった。彼のことを気に入り、結婚の許可をしてくれた。それから次に私たちは彼の両親に挨拶をしに行った。だがこの時に私は気になることがあった。それは義母の態度についてだ。私たちが義実家に行った時、私はこんな場面に出くわした。それは義母が義父に怒鳴っている場面だ。ちょっとあんた早くしなさいよ、いちいち怒らせないでちょうだい。義父がお茶とお茶菓子を持ってきてくれたのだが、義母が怖い顔をしながら義父にそうやって怒っていたのだ。私はその様子を見てびっくりしてしまった。まさかそんな風に怒るとは思わなかった。それに義父は別にゆっくりというわけではなかった。しかも4人分のお茶とお茶菓子をお盆に置いたら持つのは大変だろう。だから慎重に運んでいただけだと思う。また仮にイライラしたとしても、初対面である私の前で怒ることは普通しないだろう。私は正直ちょっと不安になった。今後彼と結婚したら義母との関わりは避けられない。その時に私もああやって理不尽に怒られるのではないだろうか。そんなことを考えていると、義母が笑顔で話しかけてきた。
香織さんは健太とお仕事関係で出会ったそうね。それじゃあかなり優秀なんじゃないかしら。え、いや、そんな優秀というほどでは。そんな謙遜しなくていいのよ。健太と仕事ができているだけで自慢していいことなんだから。はあ。義母の物言いは少し引っかかるものがあった。なんていうか、息子である健太を溺愛している感じだ。そして褒められている健太もまんざらじゃない雰囲気で喜んでいる。私の中でなおさら不安が募った。だが私はその頃は健太のことが大好きだったし、きっと紳士的な彼なら結婚生活も楽しいだろうと思い結婚に踏み切った。しかしこの決断は間違いだったと後になって気づくことになる。その後私たちは両親の顔合わせを済ませて結婚式を挙げた。そして新婚旅行に行き、それから帰国後に一緒に暮らし始めた。新婚生活はそれなりに楽しかった。やっぱり好きな人と一緒にいられるのは幸せだし、新鮮さもあって楽しかったのだと思う。だがそれでも不満がなかったわけではない。夫は家事を一切してくれなかった。そのため私が掃除や洗濯、そして料理もしなければならなかった。そして夫はかなり好き嫌いが多かった。野菜とか魚で食べられないものが多くて、私が作ったものに手をつけないこともあった。夫は揚げ物やハンバーグなど子供が好きな料理を求めてくることが多い。だがそういうものばかり食べていたら確実に病気になる。それで私はできる限り栄養が取れるメニューを考えて作っていたのだが、夫が食べてくれないと困ってしまう。そして夫は食べられないものが少ないとカップ麺を食べ始める。私は夫が食べてくれなかった料理を仕方なく自分の翌日のお弁当に入れて無駄にしないように工夫をするが、それでも夫が食べてくれないのは寂しかった。だからハンバーグにバレないように豆腐を入れてみたり、チンジャオロースとかロールキャベツとか野菜と肉を一緒に調理しているメニューを増やすようにした。すると夫は肉と一緒にちゃんと野菜を食べてくれるようになり、私が作る料理も完食してくれるようになった。まあ私はもっとサラダとか魚とか食べたいので、夫が飲み会で晩ご飯がいらない時にそういうメニューを作るようにして食べている。そんな感じで不満がありつつも頑張って工夫をして日々の生活を送っていた。それでなんとか結婚生活も2年ほど続けることができたのだが、ここ最近別の問題が起きた。それは義母のことだ。義母は結婚当初はあまり私たちに接触してこなかったのだが、つい最近やたらと連絡を取ってくるようになった。え、お母さんどうされたんですか？遊びに来たのよ。いきなり来られても。いきなりじゃないわよ、健太には連絡してるんだから。いや、母さんよく来たね。健太久しぶり。おい香織、早く母さんの荷物を持ってあげろよ。母さんわざわざ来てくれてありがとな。健太も予定を空けてくれてありがとね。まあ早く座りなよ。おい香織、母さんと俺にお茶を入れろ。和菓子が冷蔵庫にあっただろう、あれもすぐに出せ。夫は私にそのように命令をしてきた。義母が来るのなら前もって連絡をしておいてほしかった。そして今まで以上に夫は私に対して高圧的な態度をとってくる。きっと義母の前だから自分が亭主関白であるところを見せたいのではないだろうか。香織、もう少し部屋をきれいにしろよな。せっかく母さんが来てくれているっていうのに。あらあら、いいのよ。私みたいに完璧な掃除を求めるのは酷よ。それもそうか。母さんは家事を完璧にできるからな。香織はそれを見習ってほしいくらいだよ。あら、それじゃあ私教えに来ようかしら。私は耳を疑った。それはさすがに嫌だった。義実家にはまだ正月や盆のタイミングでしか行ったことはなくて、義母との絡みもまだ少なかった。だが義母と夫が揃うと厄介だということは分かっていた。二人で義父に対してあれこれ文句を言ったり罵倒しているのを見てきたからだ。その頃は私はうまく立ち回るようにしていたので、矛先が私に向かうことはなかったが、それでも危険だなとは思っていた。だから義母が家に来るようになるのは怖かった。だが夫はそれに笑顔で同意し始めたのだ。いいなそれ、母さんに家事を教えてもらえるなんて幸せ者だな。早速来週末から来てもらおう。それでいいな。え、いいよな。うん、よし決まり。母さん大変だろうけどよろしくな。任せておいてちょうだい。
私が納得していないのに、夫と義母は勝手に毎週来ることを決めてしまった。これからどうなってしまうのだろうか。私は不安で仕方なかった。それから本当に毎週義母は家にやってきた。香織さん、この隅汚れてるわよ。すいません。まったく、もっと手際よく掃除ができないのかしら。それじゃあ今度は料理をしてもらおうかしら。お昼の時間だからね。朝から掃除ばかりさせられていた私はヘトヘトだったのだが、断ると何を言われるかわからないので、体に鞭を打って私はお昼ご飯を作った。ちょっと、これは何かしら。チャーハンですが。こんなものしか作れないわけ？もうちょっとちゃんとしてくれないかしら。健太にこんなものを食べさせているなんてかわいそうだわ。私は何がいけないのかわからなかった。だが義母の発言に夫も同意している。母さんもそう思うだろう。本当に家事がダメで仕方のない嫁なんだよ。だから母さんが徹底的に指導してやってよ。ええ、任せなさい。あのお母さん、どこが悪いのでしょうか。お昼なら別にチャーハンでもいいと思うのですが。これは味が悪すぎるのよ。はっきり言って薄すぎ。え？そうですか。私には普通というか、これ以上味を濃くしたら逆にまずいと思う。もしかしたら夫がこってりしたものばかり好きなのは、義母が作る料理が味の濃いものばかりだったからかもしれない。私はそのように思った。そしてその日の晩ご飯を義母が作ったのだが、私の予想は当たっていた。義母はその日肉じゃがを作ってくれたのだが、醤油をドバドバ入れていて、私は作っているところを見てびっくりしてしまった。あんなに入れたら致死量を超えていないか、そんな風に思った。義母はドヤ顔で作っていて、自信ありげに食卓に出した。さあ食べてちょうだい。ああ、母さんの肉じゃが久しぶりだな。夫は嬉しそうに箸を持った。そして私も恐る恐る肉じゃがに箸を伸ばした。しょっぱい。案の定、義母の作った料理は味がものすごく濃くて食べられたものではなかった。だが夫も義母も美味しい美味しいと言って味の濃い料理を食べている。私は二人の味覚がおかしいと思った。香りの料理は味が薄すぎるんだよ。この母さんの料理を参考にしろよ。冗談じゃない。こんなのを参考にしていたら絶対に病気になる。これはちょっと味が濃すぎない。私がそう言うと、義母と夫は私のことをにらみつけた。何言ってんだよ。あなた味音痴なの？いや、それはそっちだと思うが。これは私がもっと指導しないといけないわね。ああ、俺もここまでとは思わなかったよ。これからは母さんに来てもらう頻度を増やそうか。義母と夫は勝手にそうやって決めてしまった。そして義母は週に5日ほどやってくるようになった。その時点で私はかなりストレスがたまるようになっていた。義母は私に高圧的な態度を取り続けていて、そして夫も義母がいると普段よりも亭主関白な態度を取ってくる。私は仕事もしているから心身ともにものすごく疲れていた。そして義母がいると全然体が休まらない。なんなら義母は泊まっていくこともあり、一日中気が抜けないことが多々あった。夫は大好きな義母が家にいるからといつも楽しそうだ。これではほとんど同居状態じゃないか。私のイライラはどんどん募っていった。ねえあなた、さすがにお母さん頻繁に家に来すぎじゃないかしら。ああ、そんなことないだろ。っていうか、それはお前が嫁として不甲斐ないからだぞ。母さんはわざわざ貴重な時間を使って来てくれているんだぞ。そうやって迷惑みたいなこと言うなよ、この恩知らずが。夫は逆ギレをして怒った。そして義母にも告げ口をした。ちょっと香織さん、あなた私を迷惑だと言ったよね。本当に生意気な嫁だわ。私が指導しているというのに全然変わらないじゃない。これは本当に重症だわ。どうしてそんなことを言われなければならないのだろうか。私はとてもうんざりしていた。そしてそんな中、夫と義母はとんでもないことを言い出したのだ。これは母さんとこの家で一緒に住むしかないな。え？そうね、そうしましょう。いやいや、そんなことをいきなり決められても。お前には決定権はないんだよ。早速明日から来るわね。そう言って義母は本当に家に引っ越してきてしまった。あの、お父さんのことはいいんでしょうか。あんたにそんなことを心配される筋合いはないのよ。いいからさっさと家事をやりなさい。
あんたは出来損ないなんだからね。そう言って私に命令してくる義母。それから私は義母に罵倒されながら毎日家事をやらされた。何度言ったらわかるんだ。こんなまずい料理を作って本当にひどいわ。義母がそのように言い、夫も同調して怒った。お前には学習能力がないのかよ。そんなんじゃ仕事もまともにできないんだろうな。もう仕事辞めて専業主婦になれよ。え？そんなの嫌だよ。私今の仕事好きなんだから。ダメだ。お前は仕事をしているから家事がまともにできないんだ。夫はそう言って私に仕事を辞めさせようとしてきた。それだけは許せなかった。結婚するときに仕事は辞めなくていいと彼は私に言った。だからそれは約束と違う。義母も一緒になって私に仕事を辞めるように言ってきた。前々から思っていたのよね。あんたは働く必要ないでしょ。健太の稼ぎだけで十分暮らせているのに。そうやって2対1になって私に自分たちの要望を押し付けてくる義母と夫。それからもひたすら私に仕事を辞めるように言ってきた。ある日、私の中でとうとう限界が訪れた。いい加減にして、もうこんな生活嫌なんだけど、我慢の限界よ。私は気がつくとそのように叫んでいた。これ以上私に自分たちの理想を押し付けないでちょうだい。そんな風に強制されるなら私はもう従わないわ。だが夫は冷たい目で私を見ながらこう言った。ああ、家事は誰がやるんだ。そして義母も顔を潜めながら私に怒ってきた。家政婦が甘えるんじゃないよ。あんたはさっさと仕事を辞めてこの家で一生私たちの指示のもと家事をするんだよ。ありえない。もう我慢の限界だった私は家を出ていくことに。離婚して出ていきます。あ、離婚？あんた何勝手なことを言ってるんだ。そんなの認められるわけないでしょ。いいえ、もう出ていきます。あなたたちとはやっていけません。ああ、そうかよ。だったら本当に離婚してやるよ。さっさと離婚届持ってこい。え、ケンタいいの？だって母さん、こいつはどうしようもない嫁だぜ。これなら新しい嫁をもらった方がいいだろう。確かにそうね。さっさと離婚届を持ってきなさい。わかりました。私は言われた通りすぐに離婚届を取りに行った。後で復縁したいと言ってももう聞かないからな。お前とはこれで終わりだ。夫はそう言って離婚届にサインをした。そして荷物をまとめて実家に帰った。久しぶりに実家に帰ると私は一気に気が緩んだ。両親は私を温かく出迎えてくれた。そして母の手料理を食べて私はほっとした。この素材を生かした味付け、これが料理だよ。義母たちがしていることは食材への冒涜だ。私はあの濃い味付けからやっと解放されてよかったと思った。一週間後、反狂乱状態の夫から鬼電がかかってきた。もしもし、一体何の用かしら。おい、内容証明が送られてきたけど、なんだよこれ。書いてある通りよ。モラハラによる慰謝料の請求ってどういうことだよ。私はあなたやお母さんから何度も罵倒されてきたわ。それをほとんど録音して日記にも記録して弁護士に提出したの。そしたらモラハラによる精神的苦痛として慰謝料を請求できると言われたわ。そんな、お前がこんなのを送ったせいで俺は会社の人たちから白い目で見られてるんだぞ。そんなの自業自得でしょ。私のせいじゃないわ。頼む、今すぐ帰ってきてくれ。はい？どうして？なぜか家賃を支払ったら全然生活費が足りないんだよ。そりゃそうでしょ。だって私の方があなたよりも給料が上だったんだから。え？あなたからもらっていたお金は食費と光熱費くらいよ。あとは私の稼ぎで賄っていたわ。そんな。まあ、お金がかかって生活できないんならお母さんに帰ってもらえばいいんじゃないの？それかあんたも一緒に実家に帰りなさいよ。実は、母さんは父さんと離婚して家に来てたんだ。あら、そうだったの。まあ、あのお母さんなら捨てられても当然だと思うけど。母さんをバカにするな。そう言われても仕方ない性格をしているってことよ。それより、私はもうあなたとは関わりたくないし話したくもないの。だから電話を切るわね。待ってくれ。俺が悪かった。謝るから戻ってきてくれ。いやよ。あなたの顔なんて二度と見たくない。さようなら。慰謝料だけはちゃんと支払ってね。私はそう言って電話を切った。そしてすぐに着信拒否にした。その後、弁護士を通して元夫に慰謝料を請求し、もし支払われていない時があれば給料を差し押さえできるようにした。
元夫と義母は一緒に住んでいた部屋を解約してボロアパートに引っ越して貧しい暮らしをしているらしい。まさか元夫の給料が低いとは思っていなかったようで、義母はショックから家で家事もせずに落ち込んでいるらしく、家の中は汚れ放題の荒れ放題らしい。まあ全部自業自得だし本当にいい君だ。一方私は実家で両親と平和に暮らしながら仕事に打ち込んでいる。これからはどんどん貯金をしていって今後の生活を楽にするために資産を増やしていこうと思う。そして余裕が出てきたら新しい趣味などを見つけてプライベートも充実させていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。あんたとはもう終わりだよ。いつまで居座るつもり？ニートは荷物をまとめて出ていけ。兄夫婦と母はそう言って私を追い出そうとしてきた。今までの恩なんてこれっぽっちも感じていないんだな。わかった、全部片付けるわ。私はそう言って家を出ることにした。それから3週間後、慌てた様子の兄から連絡が来た。おい、これは一体どういうことだ。どうして家が更地になってるんだよ。私の名前はサナ、32歳の在宅ワーカーだ。私は大学を卒業してからすぐに就職をして会社員となったのだが、感染病の影響で在宅での仕事に切り替わり、現在もそのまま在宅で働いている。そして今は3年前に亡くなった父の代わりに母と一緒に暮らして生活をしている。だが私は母との生活をあまり幸せに感じてはいない。それは昔から母は私に対して愛情を与えてくれない人だからだ。母はいつだって私よりも兄のことを大事にしていた。兄は昔からスポーツ万能で頭も良かった。そのため小さい頃からいろんなことで才能を発揮して注目を浴びていたのだ。そんな兄のことを母は誇りに思い自慢をしていた。私も最初は兄がスポーツで結果を残したり、テストの成績がいいことをすごいと憧れていた。だが母の兄への溺愛っぷりは正直言って引いてしまうほどで、そして兄に愛情を割いている分私に対してかなり冷たかった。和也の習い事の送り迎えに行って、そのまま私たちは晩ご飯を食べてくるから、あんたはそこにあるカップ麺を食べていなさいよ。私抜きで母と兄で食事に行くことだって多々あった。その頃父は単身赴任で一緒に暮らしていなかったので、家には私一人だ。父が一緒に暮らしていたらこんなことにはならなかったのだが、母は父が家にいない頃は本当に好き勝手やっていた。実は私と兄は父親が違う。母の前の夫の間に生まれた子が兄で、母が再婚した後に生まれたのが私だ。兄は私よりも5歳上で、兄は前の夫にとても似ているらしい。詳しくは知らないが、母と前の夫の離婚は相手の浮気が原因だそうだ。だが母は前の夫のことが本当に好きだったようで、その人に似ているからと兄を溺愛している部分もあるらしい。一方で私は今の父と顔が似ているので、それだけでも気に入らないらしい。父は大企業に勤めていて性格が優しいいい人なのだが、大人になっていくうちに母は父のことをただの金づるとしてしか見ていないことが分かった。自分の生活を養ってくれる ATM 代わりだということだ。私は心優しい父のことが大好きだった。父は私と兄を差別することなく平等に愛してくれていた。兄とは血がつながっていないのに優しくしていたのだから、父は本当に素晴らしい人だと思う。母とは大違いだ。母はひどいもので、父が残業のため食事が一緒に取れないでいた時とかに、ここぞとばかりに父の悪口を言っていた。本当になんであんなつまらない男と結婚したのかしらね。稼ぎはいいけど、それ以外は何もないんだから。和也は絶対にお父さんみたいになっちゃダメよ。まあ、和也の本当のお父さんはすごい人だから、あなたにはいい遺伝子しか受け継がれていないんだけどね。私もいるのにそうやって堂々と父の悪口を言う母のことを私はとても軽蔑していた。そして母は私に対しても罵倒をするようになっていた。本当にあんたはあの男に似てて腹が立つよ。どうして私は妊娠してしまったのかしらね。もっとちゃんと否認をしておくべきだったわ。そんな風にひどい言葉を浴びせてきた母だったが、私はもう母から何を言われても気にしなくなっていた。
そして母から溺愛されて育った兄は母と同じく私のことをバカにする態度をとってきていた。兄は母に甘やかされたせいで確実に傲慢になっていた。また学生の頃は兄は成功者と言っていいほどに華々しい活躍をしていたから余計に傲慢になっていたのだと思う。兄はサッカーで活躍していて高校も大学も推薦で進学できていた。母はそんな兄のことを自慢し、兄も自分が世界の中心だというような考え方をしていた。また兄は血がつながっていない父のことをバカにしていた。だから母が父を罵倒するようなことを言うと、兄もそれに同調していた。本当にあんなのが俺の父親面していると思うと腹が立って仕方ないよ。俺の成功で鼻高くしてるとかうざいわ。父は決してそんなことをする人ではない。純粋に兄の活躍を喜んでいる。それなのにどうして分かってあげられないのだろうか。私は母と兄の性格の悪さにかなりうんざりしていた。そのため絶対に将来は私一人で稼げるようになってやると私は思っていた。勉強はそこまで得意ではなかったが、私は勉強ができるイコール稼げるとは思っていなかった。だから私はどうやって収入を増やせる人になれるか研究することに。そして学生の頃から株の勉強をしてバイト代などを貯めて投資に回すようにした。最初は少額からできるものにして、社会人になって投資に回せるお金が増えてくるとより大きい額を投資するようにした。そのおかげでだんだんと収入が増えていった。すると心の余裕も増えて、私は毎日を穏やかな状態で過ごせるようになった。会社員になってからは一人暮らしを始めていたので、それだけでもだいぶストレスから解放はされていた。だが私は父のことが心配だったので、たまに実家には帰っていた。きっと母のことだから父のことをこき使っているのだろう。父が稼いだお金も母が好き勝手に使い、父は苦労しているはずだ。母は自分が働かないくせに父の稼ぎを自分の思うがままに使っていて、私はそれが嫌だった。そして父に会いに行くと父はとても嬉しそうにしていたので、私は少しでも父が幸せを感じてくれればいいと思った。母は私のことを嫌がっていたようで、私が食事に誘っても決して来なかった。まあ私からしたら父と二人で食事ができる方が嬉しいのでそっちの方がいいのだが。ちなみに母は正月などに兄が来ると兄と二人で外食に行ってしまう。いつからか私たち4人で集まることはなくなり、私と父、兄と母に分かれて食事をするという、なんとも不思議な状態が続くようになっていた。兄は大学を卒業後、一般企業に就職をした。正直そこまで有名ではない給料も普通の企業で、兄は自分が働いている会社をあまり周りに言おうとはしていなかった。おそらく今まで学生時代にかなりチヤホヤされてきたから恥ずかしいのだろう。そのため私にも仕事の話はしてこなかったし、私がどういう仕事をしているのかとかも聞いてこなかった。母はたとえ兄がいい企業に入れなくても、今まで溺愛してきた流れから気にせずに兄を甘やかしていた。そのため母は兄にいろんなものを買い与えていた。だがそれは父の稼ぎから出しているものなので、実際は父が出しているようなものだ。私は父にそんな風に勝手にお金を使われていいのか聞いたのだが、父はああやって好きなようにわがままし放題の母のことも愛しているそうだ。あそこまで存在に扱われても夫婦として母を大事にしている父を見て素晴らしいなと私は思った。そして父は私にもできれば母のことを大事にしてほしいと言った。私はなかなか難しい要求だなと思ったが、父にそう言われてしまっては頑張るしかない。また父はその頃からだんだんと体調が悪くなってきて、入退院を繰り返すようになっていた。そのため私は頻繁に実家を訪ねて、父の介護や母の家事を手伝っていた。母はさすがに父の介護をしながら家事をするのは大変だったようで、初めて私に感謝をしてくれた。サンナ、本当にありがとうね。あなたが来てくれてすごく助かってるわ。お母さん。これからもこうやって来てもらえるかしら。うん、もちろんいいよ。ありがとう。サナがこんなに料理が上手になっているなんてびっくりしたわ。美味しい料理をまた作ってちょうだいね。私は母からそうやって頼られてすごく嬉しかった。そしてそれから私は実家に通うようになった。
母は今まで私に見せてくれたことのないくらいの優しい笑顔を私に向けてくれた。そんな風に優しくしてもらえたのは初めてで、とても幸せな気持ちになれた。なんだかんだ言って私は母からの愛が欲しかったのだろう。だから大人になって初めて母からの優しさに触れて幸せだった。この状態なら私は母と良好な関係を築いていけるだろう。そのように思っていた。そしてその頃に父の容態が悪くなり、そのまま帰らぬ人になってしまった。それから私は母の支えとなるべく母と一緒に暮らすようになった。実家にて同居を始めた私たちは最初の頃はいい関係を築けていたと思う。母は洗濯や掃除を担当してくれて、私が晩ご飯を作ることが多かった。母は私の料理をいつも褒めてくれて、美味しそうに食べてくれる。そして仕事は忙しいのかとか私のことを聞いてくれるのだ。私はこうやって母に近況報告とかができるのが嬉しかった。そうやって充実した日々を過ごしていたのだが、途中から感染症の関係でリモートワークに変わった。そしてそれから1年ほどは強制的にリモートワークでの仕事になったのだが、規制などが緩和してからも私は在宅で働くようにした。その方が今までよりも家事を手伝えるようになるからだ。この頃はとても幸せな日々を過ごせていたと思う。そして私はとあることを思いついた。それは家を購入することだ。実家は父が祖父から引き継いだものだったため、かなり古かった。だからいろんなところにかなりガタが来ていた。リフォームをしてもいいのだが、せっかくなら新しく家を建てる方がいいと思ったのだ。私は家を建てることを母に提案した。すると母は目を輝かせて喜んでいた。それはとてもいいアイディアね。もうこの家が古くなっていて新しくしたいと思ってたのよ。母が賛成してくれたので、私たちは早速工務店に行って話を聞くことに。母はとても嬉しそうに話を聞いていて、家に帰ってからもいろいろと理想を私に話してくれた。私は自分の仕事部屋さえあればいいので、それ以外は母が好きなように建てていいよと言い、嬉しそうにいろいろアイデアを出している母を微笑ましく見ていた。だが家を建てる話をしだしてからというもの、母はやたらと出かけるようになった。今日はお友達とお茶してくるから。今日は久しぶりに同級生だった人と食事に行くの。今までそのようなことはあまりなかったので珍しいと思った。でも別に気にしてはいなかった。だが母は本当にそういった用事で出かけていたわけではなかったのだ。それを知ることになるのはもう少し後のことだった。母はすごい早いペースで家をどう建てたいかについて意見をまとめていて、工務店の人にもしっかりと説明していた。そして工務店の人が承諾し家を建てることがいよいよ形になり始めた。着工に入り、私もだんだん実感が湧いてきてワクワクしてきた。母は毎日ウキウキで嬉しそうだ。だが、その頃から兄が家にやってくるようになった。ああ、カズヤ、よく来てくれたわね。カスミさんもいらっしゃい。母さん、これワイン。みんなで飲もう。まあ、嬉しいわ。それじゃあ今日はイタリアンとかにしましょうかね。サンナ、早速料理をしてくれるかしら。え？うん。わかった。母は兄夫婦が来るとすごく嬉しそうにしていて、私にいろいろと命令をしてきた。私に料理を作らせて、母と兄夫婦は好きに飲み食いしながら楽しそうに話している。お、このチキンソテーとワイン合うな。カマンベールチーズとガーリックチップを乗せて焼いたフランスパンも美味しいわ。サナ、せっかくだからパスタも作ってくれよ。あ、わかった。兄夫婦や母は私の料理を褒めてはくれるものの、次々と私に何か作るように頼んできた。そのため私はゆっくりと一緒に飲んだり食べたりすることはできず、合間を縫ってキッチンで食べるしかなかった。その間も母と兄夫婦は楽しそうにお酒を飲んで食べて幸せそうにしている。その輪に入れないのが私は寂しかった。そしてそうやって兄夫婦が家にやってきて、母と3人で食事を楽しむというのがそれから頻繁に起こるようになった。その度に私はまるで専属シェフのように次々と依頼されて料理をする羽目になる。これなら3人でどこか外食をしてくれた方がマシだ。そして母は兄夫婦がいない時でも兄夫婦の話をするようになった。ああ、早く和也とかすみさんに会いたいわ。
この感じだと新居が完成しても絶対に兄夫婦を頻繁に呼ぶだろうな。私はそのように不安に思っていた。そしてそれから数ヶ月が経ち家が完成した。新居に向かうととても豪華で綺麗な家が建てられていた。うわあ、すごいね。これが私たちの新しい家になるのね。私は母と一緒に新居までやってきて驚いた。想像の何倍も立派な家だった。早速中に入ると家の中も綺麗で広くておしゃれで、これからここに住むことにワクワクした。私の仕事部屋も広くて、これなら落ち着いて仕事に集中できそうだと思った。だがその時、なぜか兄夫婦がやってきた。おお、すごい綺麗じゃないか。うわぁ、キッチンもシステムキッチンで最高。ここなら毎日楽しく飲めそうね。庭もあるぞ。夏はバーベキューだな。子供が生まれたらキャッチボールとかもできそうだな。兄夫婦はいきなりやってきたと思ったら、そんなことを言い出した。まるで自分たちが住むような言い方だ。そして母もそれに同調して嬉しそうにうなずいている。なんだか違和感を感じ、私は兄夫婦に尋ねた。お兄ちゃんたち何の話をしてるの？ここは私とお母さんが住む家なんだけど。私がそう言うと、冷めた目で兄夫婦は私を見てきた。お前はそうやっていつまでも親のすねをかじれると思うなよ。え？本当に厚かましくてずうずうしい人なんだね。お母さんがかわいそう。一体何を言っているのだろうか。私が理解できず固まっていると、母が私をにらみつけてこう叫んだ。あんたとはもう終わりだよ。家事手伝いとして置いておいたけど、これからは和也とかすみさんとこの家で暮らすんだ。え？ここまで察しが悪い子だとは思わなかったよ。いつまで居座るつもり？ニートは荷物をまとめて出て行け。兄夫婦と母はそう言って私を追い出そうとしてきた。今までの女でこれっぽっちも感じていないんだな。私の中で何かが切れる音がした。わかった。全部片付けるわ。私はそう言って家を出ることにした。とは言ってもほんの10分程度しかいなかった家だが、私は自分の荷物を持ってビジネスホテルに向かった。そして何泊か宿泊しながら賃貸の部屋を借りてそこに引っ越した。またその間にいろいろと手続きをした。それから3週間後、慌てた様子の兄から連絡が来た。おい、これは一体どういうことだ？どうして家が更地になってるんだよ。ああ、ちょうど家に帰ってきたところだった。お兄ちゃんたちが今週旅行に行くことは知ってたから、タイミングを合わせてもらったんだよね。ふざけんなよ。こんなの犯罪だろ。どうして？だって、母さんの家を勝手に壊して更地にしたんだぞ。母さんの家？何言ってるの？あれは私の家と土地だけど。は？いやいや、あれは父さんの遺産で建てたんだろ。だから母さんのじゃないか。誰がそんなこと言ったの？っていうかお父さんの遺産なんて全くないけど。お父さんが生きてるうちにお母さんが使うにだけ使っていたからね。え？それじゃあどうやってあんな広くて豪華な家を？私、学生の頃から株や投資をしていたの。だからあれくらいの家は買える財力はあるのよ。え？嘘だろ。お前が？私は稼ぐことにフォーカスして今まで頑張ってきたからね。それがちゃんと実ったってわけ。まあ、お母さんやお兄ちゃんに話したって信じなかっただろうけど。いずれにせよ、私が住まない時点であの家をお兄ちゃんたちに住まわせる必要はないからね。立地もいいし、駐車場にして新しい収入源にするつもりよ。俺たちの荷物はどうしたんだよ。家具や家電はもともと私が買ったものだから私が回収したわ。お兄ちゃんたちの荷物は全部お姉さんの実家に送らせてもらったわ。事情を説明した手紙も添えておいたわ。だから、かすみの親から俺たちに何度も電話がかかってきてるのか。サナ、こんなことをして俺たちを困らせて心が痛まないのか。別に。だってお兄ちゃんたちが先に私を追い出したんじゃない。自分たちがやってきたことが返ってきただけでしょ。自分を棚に上げて私を責めないでちょうだい。じゃあ、あとは自分たちでどうにかしなね。ちょっ。私はそう言って電話を切り着信拒否にした。
後ろで母や兄嫁が発狂する声が聞こえてきたが無視してやった。その後、兄夫婦と母はアパートを借りて3人で住み始めたらしい。兄嫁の両親は呆れて兄嫁と縁を切ったらしく、荷物を持って出て行けと言ったそうだ。しかも兄は会社でなかなか出世ができず、かなり給料が安い状態で窓際の部署に追いやられているらしい。だから母から新居を建てると聞いて、うまく転がり込もうと考えていたらしい。結果的に全て失敗に終わり、母という浪費癖のある爆弾を抱えた状態で狭いアパートで3人で暮らすことになってしまったというわけだ。その後、兄夫婦と母がどうなったかは知らないが、この前兄の元同級生の人とばったり会った時に、同級生たちにお金を貸してほしいと頼んで回っていると聞いたので、相当生活に困っているのだろう。まあ、私には関係のないことだし、全て自業自得だ。一方、私はかなりの収入を毎月得ることができ、貯蓄もかなりできている。このまま安定した生活を送りながら、新しい趣味などを見つけて幸せに暮らしていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。家が悲惨な状態になってるのよ。早く戻って家事をしろ、掃除をしろと伝えてよ。私の実家にまでやってきてそんなことを言う義母。すると私の母は驚きの発言をした。娘は昨日亡くなりました。私の名前は香織、27歳の主婦だ。夫の浩平とは結婚して1年が経つ。私たちの出会いは合コンだった。私はどちらかというと恋愛には奥手なタイプだ。そんな私のことを心配して友人が合コンをセッティングしてくれた。そこで出会ったのが浩平だった。隣座ってもいいですか？ああどうぞ。合コンが中盤に入り、自然と席替えが始まったタイミングでトイレから戻ってきた彼が私の隣に座った。それからいろいろとお話をしたのだが、彼はたくさん質問をしてくれて私は話しやすかった。そして合コンが終わるまで私たちは会話をしていて、また会いたいと私は思った。彼も同じことを思ってくれたようで、私に連絡先を聞いてくれた。そしてそれから私たちは毎日のようにメッセージでやり取りをするようになり、たまに食事にも行くようになった。そして私たちは距離が縮まっていき、彼から告白をされて私たちは付き合うことに。それから私たちは順調に交際を続けていった。香織の手料理すごく美味しいね。こんなに上手に作れるなんてすごいよ。本当？嬉しいわ。もっとたくさんいろんな料理を作るね。彼が遊びに来てくれた時に私はよく手料理を振る舞った。その度に彼が美味しそうに食べてくれるので私は嬉しかった。もし彼と結婚したらこんな風に毎日手料理を食べさせることになるだろう。私はそのことを想像して顔が自然とにやついた。いつか結婚できたらいいな。そんな風に思っていると彼との交際が始まって1年ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。これからも俺のために美味しい手料理を作ってくれないか。俺と結婚してくれ。まさかこんなに早く彼からプロポーズをしてもらえると思っていなかったので私はとても驚いた。だがものすごく嬉しかった。はい、よろしくお願いします。私は彼からのプロポーズを承諾し、こうして私たちは結婚することになった。すぐにお互いの親に挨拶をして両家の顔合わせも済ませた。そして結婚式を挙げて私たちは夫婦となった。結婚式ではたくさんの友人たちや職場の人たちが祝福してくれて、私はこの上ない幸せを感じた。それから私たちは一緒に暮らし始めた。夫からは結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は仕事を辞めて専業主婦になることに。付き合っている頃に彼が喜んでいたので、私は料理のレパートリーを増やして夫を支えるために努力をした。掃除も洗濯もしっかりとやり、家の中もきれいに保った。だが、結婚をしてから私は驚いたことがある。それは夫が予想以上にだらしなかったことだ。まず夫は着ているものをしょっちゅう脱ぎ捨てたままにする。だから今の床に夫が脱いだ靴下や T シャツとかが落ちていることが多い。
また夫は食事を終えても食器を自分で下げてくれない。食べ終えるとすぐにソファーに寝転がる。私が専業主婦だから家事をするのは私で構わないのだが、それでももう少し生活の仕方というものを気をつけてほしいと思った。また驚いたことに夫は一人でネクタイを結べない。だから私が必ず結んであげないといけないのだ。今までってどうしてたの？今までは母さんが結んでくれてた。え？っていうかシャツも毎日アイロンをかけてくれてたんだけど、香りはできないの？分かったわよ。毎日アイロンをかけるわ。しっかりやってくれよ。そう言って夫はため息をついた。私は夫の態度に驚いた。結婚する前は紳士的で優しかった彼は結婚してからというものなんだか変わってしまった気がする。私に対して冷たい態度を取ることが多くなったのだ。亭主関白のような状態で私がやることにいちいち文句をつけてくる。なあ、今日はどうして魚なんだよ。栄養もあるし、昨日はお肉だったから今日は魚がいいかなって思って。ふざけんなよ、俺は肉が食いたいんだ。魚なんて食いたくねえよ。そんな。夫は自分勝手にわがままを言うことが多かった。おい、風呂の温度がぬるいぞ。ビールはキンキンに冷やした状態にしてくれよ。いっぺんに料理を食卓に並べないでくれ。見ているだけでお腹いっぱいになる。コース料理みたいに一皿ずつ出してくれよ。夫の要求は正直言って面倒なものが多くて、私はかなり参っていた。そして少しでもできていないと、母さんは完璧にやってたぞと責めてくる。夫はどうやら義母から何でもしてもらって、ものすごく甘やかされて育ったらしい。私はここまで夫を甘やかした義母をちょっと恨んだ。そして結婚してから数ヶ月が経った頃、初めて義実家を訪ねたのだが、その時に私は驚きの光景を目の当たりにした。浩平おかえり、よく来てくれたわ。母さんただいま。そんな重たいものを持ってかわいそうだわ。すぐに預かるわ。ありがとう母さん。あなたの好きなケーキを焼いてるから一緒に食べましょう。お、いいね。母さんの入れたコーヒーも飲みたいな。もちろんよ。さあさあ上がってちょうだい。義母は最初からずっと夫にばかり話しかけていて、私はまるでいないかのように扱われていた。義父が私に挨拶をしてくれたので、私は義父と話をしていたのだが、義母はずっと夫にべったりだった。香里さん、すまないね。妻は過保護なところがあって、私はいつも注意してたんだが、言うことを聞いてくれなくてずっとあんな感じだ。息子も息子で甘えっぱなしで本当に仕方がないよ。家で迷惑をかけてないかい？やっぱり迷惑をかけてるんだね。本当に申し訳ない。息子にはしっかりときつく言っておくから。ありがとうございます。義父が理解のある人でよかった。もし義父まで私を悩ませる人だったら耐えられなかっただろう。だが義母の夫への溺愛ぶりはさすがに驚いた。あんな風に接して育てられたら、そりゃ夫もわがままで何もできない人になると思う。もしかしたら夫は環境が悪かっただけで、私が強制することは可能ではないだろうか。そのように思った。そのため私は勇気を出して夫にいろいろと言うことにした。ねえ、こうやって何でも脱ぎ散らかすのは良くないよ。ああ、何が？私が拾って洗濯かごに入れる手間が増えるのよ。最初からあなたが洗濯かごに直接入れてくれたら、家の中もすっきりきれいになるわ。なんで俺がそんな面倒なことをしないといけないんだよ。面倒だと思うからいけないんだと思うわ。もしかしてあなた職場のデスクとかもこうやって汚いわけじゃないわよね。それって周りの人たちは引いてると思うし、仕事ができない人だって思われちゃうよ。なんだと？俺は会社では問題はないぞ。そう思ってるのはあなただけかもしれないわ。家での習慣って絶対に会社にも出るから。ち、分かったよ。夫は私がそこまで言ってようやく重い腰を動かしてくれた。そしてこの発言は有効だったようで、私は食器を下げてもらいたい時も会社で恥ずかしい思いをしないようにと諭した。夫は言われるがままに動いてくれたが、長くは続かなかった。ある日、私が家でゆっくりしているとインターホンが鳴った。私はインターホンを見てびっくりした。お母さん、どうされたんですか？上がらせてもらうわよ。そう言ってずかずかと家の中に入る義母。
あのお母さんどういうご用でしょうか。あなた、まずは茶を入れるべきじゃないの。本当に気が利かない嫁ね。すみません。アポなしでいきなり来ておいて、そうやって命令をしてくる義母。私が急いでお茶を入れると、義母はそれを飲みながら私をにらみつけてきた。あなた一体どういうつもり。え、公平にひどいことを日常的に言ってるそうじゃない。会社で仕事ができない人だと思われているだとか、周りの人は引いているだとか。それは。あの子はとても優秀なのよ。むしろ周りから尊敬されているに決まっているでしょう。嫁なのに自分の亭主にそんなひどい言葉を浴びせるだなんて、どういうつもりかしら。夫はどうやら義母に対して自分が傷ついた言葉のみを伝えて事実を歪曲しているようだ。そして義母は夫の言葉を鵜呑みにして私を責めてきたのだ。私は頭を抱えた。これは面倒な展開になったものだ。あの子は特別なのよ。だから仕事以外は周りが世話をするのが当然のこと。あなたはどうしてそれがわからないのかしら。私は絶句した。ここまで歪んだ愛情を抱いているなんて。過保護というのを通り越して私はゾッとした。そして義母はありえない発言をした。あなたは嫁として頼りないようだから、私が指導をしに通うわ。どう？ありがたいでしょ。え？いや、それはその、結構です。はい？あなた何を言ってるの？これはどうやら重症のようね。あなたは自分がダメだという自覚すらないのね。こんな使えない嫁をもらってしまった公平が不憫で仕方ないわ。私が徹底的にしごいてあげるから覚悟しなさい。義母はそう言って息巻いていた。これは面倒なことになった。その時は義母はただ報告をしに来ただけのようで、すぐに帰っていった。その日の夜、私は夫を問い詰めた。ねえ、どうしてお母さんに事実と違うことを言ったの？ああ、事実と違う。俺はありのままお母さんに伝えたぞ。お前が俺を傷つけたのは事実だからな。そんな、私はただあなたに代わってほしくて。お前が家事をちゃんとやればいいだけの話だろ。母さんが毎日来ることも聞いたぞ。ちゃんと指導してもらえよ。母さんを傷つけたら承知しないからな。夫は完全に義母の味方だった。義母が夫を溺愛しているように、夫もまたマザコンのように義母のことを溺愛していた。そして翌日から本当に義母は毎日のように家にやってきた。あなた、この埃は何よ。全く掃除ができていないわね。こんな料理じゃダメよ、この下手くそ。あんた、そんなんだからダメな嫁なのよ。あんたなんてさっさと公平に捨てられてしまえばいいのに。どうしてそんなことを言われなければならないのだろうか。私は毎日家にやってくる義母のことがかなりストレスになっていた。だんだん具合も悪くなってきて、私はある日病院に行ってみた。すると驚きの事実が判明した。なんと私が妊娠していることが分かったのだ。私はとても驚いたが、自分の子供が生まれることは嬉しかった。だからすぐに夫に報告をした。妊娠？うん、私たちの子供ができたんだよ。ああ、今まで通りちゃんと家事はしろよ。え？私は夫の反応に戸惑った。夫は自分の子供が生まれることが嬉しくはないのだろうか。そして義母にも報告をしたのだが、夫と似たような反応だった。あんた、つわりだから動けないとか言って家事をサボって公平に迷惑をかけるようなことするんじゃないよ。え？私は絶句した。この親子は一体どういう感覚でいるのだろうか。私はこのままこの家にいるのは精神衛生上良くないと思った。きっと義母は私をいびり続けるし、夫もわがままを言い続けるだろう。そんな状態では私はもちろんのこと、お腹の子にも悪影響だ。そのため私は夫が出勤して義母がやってくる前のちょっとした隙に荷物をまとめて実家に帰った。実家の両親は私がいきなり帰ってきたことに驚いていた。だが事情を説明すると同情してくれて、夫と義母に憤慨していた。里帰り出産ということで好きなだけいればいいと両親が言ってくれて、私はしばらく実家で過ごすことに。案の定、夫からは鬼電がかかってきた。おい、どうして帰ってこないんだ。一体どこに行ってるんだ。私は実家にいるわ。はあ、何してんだよ。実家に帰って家事をサボってるとか正気か。私は自分の身と赤ちゃんを守るために実家に帰ったの。あなたやお母さんとその家にいたら絶対に精神を病んでしまうわ。
だからその家には帰らないわ。いい加減にしろ。そんなわがままが通ると思ってんのか。さっさと帰ってこい。無理です。もう話もしたくないので切りますね。あ、おい。私はそう言って電話を切った。そして夫の電話番号を着信拒否にした。これ以上夫のことで悩みたくなかった。だから私は夫との離婚を決意した。この子は一人で育てる。両親からもその方がいいと言われたのでそうすることにした。それからしばらくの間、夫からはメールが来ることはなかったし、実家にやってくることもなかった。きっと私の親が怖くて直接会いに来ることはできないのだろう。義母は私の連絡先を知らないから連絡を取ってくることができない。私は夫と義母から1ヶ月も離れることができて精神的に回復することができた。だがさすがに1ヶ月もいないとなると義母はしびれを切らしたようで、アポなしで私の実家にやってきた。私がため息をつきながら出ようとすると、母があなたはちょっと奥で休んでてと言ってインターホンに出た。そして玄関を開けて義母の対応を始めたのだ。お久しぶりです。一体どのようなご用件でしょうか。母がそのように聞くと、義母は目を見開いて叫んでいた。あんたのとこの娘を出しなさい。家が悲惨な状態になってるのよ。早く戻って家事をしろ、掃除をしろと伝えてよ。私の実家にまでやってきてそんなことを言う義母。どうやら私がいない間に夫が家の中をかなり汚くするようで、義母が家に行くたびにものすごい時間をかけて掃除をしないといけないらしい。だから早く私に家に戻ってきて家事をしろと言っているのだ。仮にもそれが妊婦に向ける言葉なのだろうか。私はとことん呆れてしまった。すると私の母は驚きの発言をした。娘は昨日亡くなりました。え？どういうこと？母の発言に動揺する義母。そして私もそれを聞きながらびっくりしていた。亡くなったって？え？病院の帰りにお使いを頼んだんです。そしたら信号を無視した車にはねられて。ですから娘を出せと言われても無理なんです。そんな。母が真面目なトーンでそのように言うので、義母は信じているようだった。それはご愁傷様です。まさか亡くなってしまっていたなんて。私ひどいことをたくさん娘さんに言ってしまいました。すべて息子のことを思ってのことでしたが、その発言できっと娘さんを傷つけていたと思います。いえ、意図的に傷つけようと思ってひどい言葉を浴びせていました。本当に申し訳ありません。そうだったんですか。確かに娘はあなたや公平さんからの言葉によって精神的に深く傷ついたと言っていました。それでこの家に戻ってきたんですから。もしこの家に戻っていなかったら、娘が事故に遭うことも。それは確かに本当に申し訳ありませんでした。なんとお詫びを申し上げたらいいのやら。義母は罪悪感でいっぱいになったのか、その場で土下座をし始めた。あなたはひどく娘を傷つけたというのを自覚していただけましたでしょうか。ええ、本当に申し訳ございませんでした。義母はそう言って何度も謝っていた。すると母も謝った。少々やりすぎたことをお許しください。実は娘は生きております。え？ですがあなたや公平さんに深く心を傷つけられ、安静にしていないといけない状態なのは確かです。娘が死んだと聞いてようやくあなたは自分の非を認めましたよね。最初に生きている前提で話をしていたらこうはならなかったでしょう。ただ手荒な真似をしてしまい申し訳ありませんでした。母がそう言って謝る。義母は複雑な表情をしていたが、だが母を責めることはしなかった。私が甘やかしてしまったことで公平が何もできない子になってしまったんです。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。義母は本当に反省したようだった。だが今までのことがなかったことにはならない。私はその後夫に離婚したい旨を伝えた。夫は離婚なんてありえないとごねていたが、義父と義母が夫を説得してくれて、夫はしぶしぶ離婚に応じた。
義両親は今度は二人で実家に来て私に謝ってくれて、夫のことはちゃんと教育し直すと言っていた。そして養育費も必ずちゃんと支払わせると約束してくれた。現在元夫は実家にて義両親に厳しくしつけられているらしい。身支度も食事の準備も自分でできるように指導しているらしく、元夫は文句を言いながらもやらざるを得ない状況になっているので、失敗しながらも家事をしているそうだ。義両親には時々孫の顔を見せてあげている。元夫に関しては義両親が一人前だと判断したタイミングで子供に合わせるかどうかを決めようと思う。そして私は再就職して実家で子育てのサポートを得ながらバリバリ働き始めた。今後の子供の学費などをしっかり稼いで、子供が好きなことを何でもやれるように仕事にどんどん打ち込んでいこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。お前と俺どっちがこの家に適していると思う？当然俺だよな。あんたが使っていた広い部屋は私が使うわ。まあ家賃を俺たちに支払うって言うなら住まわせてやってもいいぞ。月20万なら住まわせてやる。それが無理なら出て行け。どこまで横暴なのだろうか。兄には本当に呆れる。もう容赦する必要はない。分かったわ、出て行くから。高笑いをする兄夫婦を横目に、私は荷物をまとめて出て行った。これから何が起こるか見ているといい。地獄を味わわせてやるんだから。私の名前は香織、35歳の会社員だ。私は現在母と二人で暮らしている。父は3年前に病気で他界してしまった。そのため私が稼ぎ頭として働いて、母との二人での生活を支えている。その分母は家事を頑張ってくれて、毎日美味しい手料理を用意してくれている。仕事が忙しい私にとって栄養満点の食事を毎日食べられることは本当にありがたい。お母さん、いつもありがとうね。何言ってるのよ。香織が私たちの生活を支えてくれているおかげじゃない。家事をするのはあなたへの恩返しよ。お母さん。お父さんが病気になって働けなくなった時にあなたが家に来てくれて嬉しかったわ。お父さんもずっと感謝してたのよ。これからもよろしくね。うん、ずっと親子仲良くしていこうね。私と母はそうやってお互いに感謝しながら楽しく暮らしていた。両親は私のことを大学にまで通わせてくれたので、私としてはもっと恩返しがしたいと思っていた。お母さん、今度旅行に行こうよ。え？旅行？うん、お母さんもうすぐ誕生日でしょ。だからそのお祝いに。いやいや、そんなのお金がもったいないよ。あなたのしたいことにお金を使いなさい。私のしたいことはお母さんを喜ばせることなの。だから一緒に旅行に行こう。もう香織ったら本当に優しい子ね。それじゃあお言葉に甘えようかしら。うんうん、そうだよ。行きたいところに行こう。母はいつも自分の気持ちを言わずに遠慮するので、私が半ば無理やり言わないといけない。だがそんな心優しい母のことが私は大好きだった。父も母と同じく私にとても優しかった。大好きな両親のもとで育つことができて本当に良かったと思う。それから私が強引に母に欲しいものなどを聞いて要望を叶えていた。父が亡くなってしまってとても悲しかったが、母との思い出をたくさん作れるのは嬉しい。これからもいろいろなところに行ったり、いろんなことをして楽しい日々を過ごしていきたい。だがそんな中、母は急に体調が悪くなり病院に行くことになった。え？癌ですか？なんと医師から告げられたのは母が末期癌だということだった。余命はあと1年だそうだ。私は頭が真っ白になった。これからたくさん親孝行ができると思っていたのに。母はまだ60代なので寿命を迎えるには早すぎる。あと1年しか生きられないなんて悲しすぎる。私もそうだが、母もショックを受けていた。それから母は通院をしながら様子を見ることになった。あまりにも容体が悪かったから入院も辞さないそうだ。私は病院に行く日は休んで車で母を病院に連れていた。ごめんね、迷惑をかけて。何言ってるのお母さん。
一番辛いのはお母さんじゃない。私は全力でお母さんを支えるって決めたから。ありがとう、かおり。私はとてもショックだったが、それでも前を向かなきゃいけないと思った。残された時間が少ないのなら、一日一日を大事に生きなきゃ。一緒にいられる時間を大事にしないといけない。私はそう思い、今まで以上に母との時間を多く取るようにした。お母さん、調子はどう？あ、大丈夫だよ。じゃあ、今日は一緒にお菓子でも作ろうよ。いいわね。最近もらった紅茶もあるし、シフォンケーキでも焼きましょう。はい。お母さんのシフォンケーキ大好きなんだ。早速材料買ってくるね。基本的に家で一緒に過ごし、母が元気な時は一緒に出かけたりした。もちろん病気が悪化しないように気をつけて、近場でのみの外出だが、それでも楽しい時間を過ごすことができた。私は母との時間を多く取るために仕事の時間も抑えた。気がつけば、それから半年ほどが経っていた。母はまだ家で過ごすことができていたが、それでも通院の頻度は増えていった。だんだんと外に出るのも辛くなっていき、癌だと宣告されて10ヶ月ほどが経つと入院しないといけない状態になってしまった。それから私は毎日母のお見舞いに通った。母は申し訳なさそうにしていたが、私の顔を見ると嬉しそうにしている。今日も来てくれてありがとうね。香りと話せるだけで楽しいわ。私もお母さんと一緒にいる時間が楽しいよ。その後、母は2ヶ月ほどの入院生活を送った末に息を引き取った。私はものすごく悲しくて仕方なかったが、それでも母の最後に立ち会えてよかったと思う。それから私は葬儀の手配と準備をした。母からは、こじんまりとしたものでいいと言われていたので、要望通りにした。家用の写真も、母がこれでいいと言っていたものにした。葬儀には親族のみが参列した。そしてあの人もやってきた。かおり、久しぶりだな。お兄ちゃん。私があの人と呼んだ人物は兄のタケルだ。兄は昔から自由すぎる性格というか、わがままで親のことをいつも困らせてきた。学生の頃は何度も先生から注意されたり呼び出しを食らっていた。高校生にもなるとタバコやお酒に手を出すようになり、停学や退学をされないかとヒヤヒヤしたものだ。両親は兄にかなり手を焼いていた。毎晩遅くまで遊んでいる兄のことを待っていて、寝不足の状態でお弁当を作ったりして、母は辛かっただろうし、父は兄を探して夜中にコンビニを何軒も見て回ったりしていたこともある。そして兄は専門学校に行きたいと言って親に学費を出してもらっていたくせに、半年も経たずに辞めてしまった。そんな風に迷惑ばかりかける兄のことを私は軽蔑していた。兄は専門学校を辞めてフリーターになると、家を出て一人で暮らすようになった。両親からたくさんサポートをしてもらったのにもかかわらず、兄はそれから一度も家に帰ってこなかった。兄と前回最後に会ったのは父の葬儀の時だ。その時は何度も私が連絡をしてやっと来てくれた。だが数分も経たずに帰ってしまったので、私は兄に幻滅した。それ以降は一切連絡を取っていない。そして母の葬儀の時は私は兄を呼ぶことはしなかった。それなのにどうして来たのだろうか、いや、なんで来れたのだろう。どうしてお兄ちゃんがここにいるのよ。あんだよ、久しぶりに会えたっていうのに冷たいな。母さんが癌で病気をしていたのは知ってんだよ。母さんの見舞いにも行ったからな。え？私はそんなこと知らなかったのでびっくりした。どうしてお母さんの病気のことを？直接母さんから聞いたんだよ。お母さんと連絡を取り合ってたの？金が足りなくて借りようと思って電話をしたら癌だって言われたんだよ。え？もしかして定期的にお母さんにお金をたがってたの？たがってたって言い方はやめろよ。借りてたんだよ。返したことあるの？細かいことは気にするなよ。まあそれで母さんが入院していることと癌だっていうことを知ったんだ。お前が連絡を忘れてもちゃんと来てやったんだから感謝しろよ。私は連絡を忘れたわけではない。あえて連絡をしなかったのだ。それなのにヘラヘラした様子でやってくるとか勘弁してほしい。葬儀に来たからにはお父さんの時みたいにすぐに帰らないでよ。ああ、上がってるよ。今日はちゃんと最後までいるよ。兄は一応最後まで葬儀に参加していた。
だが目的は別にあったらしい。まだ何か用事があるの？もう葬儀も終わったから帰っていいよ。いやいや、俺の用事はこれからなんだ。え？兄は話があると言って家までついてきた。そしてその途中で見知らぬ女性と合流した。こいつはかな、俺の嫁だ。は？ちょっとお兄ちゃん結婚してたの？ああ、3年前にな。そんなの全然知らなかったわよ。ま、お前に教える必要はないからな。お母さんは知ってたの？ああ、もちろんだよ。お前がいない時に結婚祝いをもらいに行ったからな。なるほどね。お兄ちゃんがお母さんと会う時は必ずお金をたかりに行っている時だったのね。そういう言い方するなよ。しかし実家がこんなに綺麗になっててびっくりしたよ。いつの間に母さんは新しい家を買ったんだ。本当に広くて綺麗で最高。兄嫁のカナさんはそうやってはしゃいでいた。兄がいかにも好きそうな派手な見た目の女性だ。雰囲気からもあまり性格は良くなさそうだ。それで話って何？まあまあ、今日は母さんの葬儀だったんだ。ゆっくり休もうぜ。そうだ、出前でも取らないか？お前もいろいろと疲れただろう。大事な話は後にすればいい。兄の話は気になったが、確かに母が亡くなってから今まで葬儀関係でいろいろと動いて大変だったので疲れていた。私は兄の言う通りにし、出前を取って兄夫婦と晩ご飯を食べた。兄夫婦はお酒をたくさん飲み、酔っ払って寝てしまった。結局話を聞くことができず、私も仕方なく寝ることに。翌日、兄夫婦は昼過ぎに起きてきた。お兄ちゃんおはよう。それで話って何？待ってくれ。二日酔いで頭が痛いから後にしよう。え？兄は全然話そうとせずにソファーでゴロゴロしている。私は仕方なく母の遺品整理などをすることに。それからあっという間に夜になったのだが、兄は先に飯にしようと言って私に晩ご飯を作らせた。兄嫁は手伝うこともせずに兄と一緒にくつろいている。しかも二人とも自然に止まっている。さすがにそろそろ話をしてほしい。明日私仕事だから帰ってきたらちゃんと話をしてよ。ああ、上がってるよ。私はモヤモヤしながら翌朝仕事に行った。そして帰ってきて絶句した。え？これどういうこと？なんでお兄ちゃんたちの荷物が家の中にあるの？そりゃ、ここは俺の家になるんだからな。は？今ちゃんと話をしてやるよ。実は俺は破産してない、家もないんだよ。どういうこと？いや、一発狙って起業したんだけど失敗してしまったんだ。だから自己破産をしたってわけだけど、貧しい生活とか嫌じゃないか。そしたら実家が新しくなっていたから俺のものにしようと思ったんだよ。さっきから何言ってるの？お前と俺どっちがこの家に手繰りしていると思う？当然俺だよな。俺は結婚していて長男で、お前は独身の女。家が必要なのは俺だよ。当然母さんの遺産も全部俺がもらうからな。あんたが使っていた広い部屋は私が使うわ。兄夫婦は身勝手な発言を繰り返した。ま、家賃を俺たちに支払うって言うなら住まわせてやってもいいぞ。月20万なら住まわせてやる。それが無理なら出て行け。ここは今日から俺の家だ。どこまで横暴なのだろうか。兄には本当に呆れる。もう容赦する必要はない。分かったわ、出て行くから。おお、物分かりが早くていいな。さっさと出て行ってね。高笑いをする兄夫婦を横目に、私は荷物をまとめて出て行った。これから何が起こるか見ているといい。地獄を味わわせてやるんだから。私は母の形見を握りしめながら家を出てビジネスホテルに泊まった。それから新しく部屋を借りて住み始めた。そして早速いろいろと準備に取り掛かることに。まずは不動産への連絡だ。兄は何を勘違いしているのか知らないが、あの家は私のものだ。だから私はすぐに家を売る手続きをした。これで兄夫婦はもうあの家に住めなくなる。約1ヶ月後、兄から電話がかかってきた。な、おい、一体どういうことだよ。どうしたのよ、いきなり。強制退去のことだよ。どうして俺たちがこの家を追い出されなきゃいけないんだよ。この家は俺のものになったんじゃないのか。何言ってるのよ、そんなわけないでしょ。その家はもともとお母さんのものじゃないんだから。
あ？その家は私が買ったものよ。お母さんが長生きして介護が必要になった時にバリアフリーにしたりして一緒に住めるようにしていたのよ。なんでお前なんかがこんな立派な家を建てられるんだよ。それ私は外資系の大企業で働いているからね。給料はかなり高いわよ。お兄ちゃんと違って破産とか無縁だから。バカにすんなよ。俺だってその気になりゃ。どうせ全然ダメだったから家を乗っ取ろうとしたんでしょ。今までお母さんとお父さんを困らせてきた罰が当たったのよ。とにかくもうその家は売ったからさっさと出ていかないと警察に捕まるわよ。警察、そんなの嘘だろ。別に信じないのならそのままいればどうなっても知らないし、私はもうお兄ちゃんとは縁を切るから。待ってくれよ、助けてくれよ。自己破産している状態じゃまともな部屋なんて借りれないし、俺たちには他にも借金があるんだよ。どういうこと？俺とカナは不倫の末に結ばれた仲なんだ。だからカナの元夫への慰謝料の支払いがまだ残ってるんだ。呆れた。本当に最低な人だったのね。何を言われても私にはもう関係のないことだから、さっさとそこから出て行ってね。じゃあ。ちょっと。私は電話を切って着信拒否にした。兄は私の職場も新しい住所も知らない。だから私に会いに来ることはできない。それから兄夫婦がどうなったかは知らないが、借金を抱えて自己破産もしている状態ではまともな生活などできやしないだろう。そして私にとっては兄夫婦なんてもうどうでもいいことだ。これからも変わらず私は仕事を頑張り昇進を目指していこうと思う。そんなことを思っていたら、ある日兄夫婦が私が働く職場にやってきた。どうしてここが分かったのよ。家にお前が使っていた定期券があったんだ。期限切れだが使っている駅は分かる。だから駅でお前を待ち伏せして後をつけたんだ。まさかこんな大きな会社で働いているとはな。このロビーの豪華さだけでも大企業なのが分かるぜ。私はまさか兄夫婦がこんなことまでするとは思わなかったのでびっくりした。それで何の用なの？お前には俺たちを騙して困らせた分の慰謝料を支払ってもらう。はあ？それで不倫の慰謝料を相殺して俺たちは新しく生活を始めるんだ。お前は縁を切りたがっているようだが、俺たちは血のつながった家族だ。縁を切ることなんてできないんだよ。お前がどこにいても俺はお前の元に行くからな。職場を突き止めたから次はお前の住んでいる家だな。俺たちから逃れられると思うなよ。そんな。私は頭を抱えた。兄ならそういう横暴なことをやりかねない。きっと私にまとわりついてお金を要求し続けるだろう。もうあの手を使うしかないな。私はとりあえず兄を油断させるために10万を渡した。すぐに用意できるのはこれしかないの。勘弁してちょうだい。あ、まあ仕方ないな。そう言って兄夫婦は去っていった。きっと1週間から2週間は来ないだろう。私はすぐに会社に相談をしてとあるお願いをした。それは海外支店への移動願いだ。いくら兄でも海外までは来ることはできないだろう。そして会社は私の事情と私が仕事で結果を残していることを考慮して海外への移動を許可してくれた。そのため私はすぐにアメリカの支社へと移動することになった。私は急いで荷物をまとめて海外へと飛び立った。兄からはメールがたくさん来ていた。かなり慌てている様子でどこにいるんだよと問い詰める内容ばかりだった。だが私は全て無視をして返事はしていない。そしてこっそりと親戚から兄について聞いたのだが、現在はボロアパートに住んで借金を返すために夫婦でバイトを掛け持ちして働き詰めの日々を過ごしているそうだ。親戚からお金を借りようとして頼みに回ったらしいが、全員から断られたらしい。まあ当然だろうし、兄夫婦は自分たちが悪いのだから自分たちで全部何とかするべきだ。私はようやく平和な日常を取り戻し、現在はアメリカで楽しく仕事をしながら働いている。現地での友達もできてプライベートも充実した日々を過ごせている。最近アメリカ人の彼氏もできたので恋愛を楽しみながらこれからも幸せな日々を送っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。血縁関係がない他人は実家から出て行ってくれます？
俺も姉さんみたいなやつと身内とか恥ずかしいんだよな。そろそろ縁を切らせてもらうわ。弟夫婦はそうやって高笑いをした。そう、他人ってことね。分かったわ。私も弟夫婦を永久に他人扱いすることにした。その後、彼らは地獄を見ることになるのだった。私の名前はナナミ、36歳の会社員だ。大学を卒業して就職した会社で働いてもうすぐ14年。がむしゃらに働き続けてきた結果、部長というポジションに立っているが、プライベートの方は悲惨な状態だった。周りはどんどん結婚やら出産やらで主婦や母親になっていっているのに、私はずっと独身のままだ。まあ今の時代番号も珍しくないが、私に関して言えばそもそも恋愛すら全然していない。最後に彼氏ができたのも多分20歳とかだと思う。男性とのデートどころか二人で食事をしたのももう思い出せないレベルだ。ナナミにもいい人が見つかれば安心できるんだけどね。そう言って母はため息をつく。そんなこと言われてもこんな売れ残りをもらう人なんていないよ。こらこら、自分をそんな卑下するのはやめなさい。どんどん結婚から遠ざかっちゃうわよ。だって私恋愛向いてないと思うし。あんたは夢中になるとずっと一つのことばかりやっちゃうものね。他のことに時間や労力を避けられなくなるんだもの。はい、出来上がったわよ。ああ、ありがとう母さん。母親が美容師だと散髪代が浮いていいね。人を1000円カットみたいな扱いしないでくれる？あなたはもう少しおしゃれとかにも興味を持った方がいいわよ。仕事しかしてないんだから服を買ったってもったいないじゃない。まったく、そういうところから変えていかないといけないかしらね。母はそうやって小言をたくさん言う。まあ私のことが心配で仕方ないのだろう。だが親子の仲が悪いわけではない。むしろ何でも本音で話し合えるいい仲だと思う。私は大学を卒業後に就職してから一人暮らしをしていたのだが、5年ほど前に父が病気で亡くなってしまったことをきっかけに実家に戻って母と2人で暮らしている。母は現在67歳で、最近は足腰が痛くなりやすくなっているのでちょっと心配だ。何かあったらいけないと思い、私は仕事後はすぐに帰ってきている。もともとインドアなこともあるが、寄り道もしないし、休日に出かけることもせずに家にいるため、お金はどんどん溜まっていっている。これなら母に何が起きても病院代は全然支払えるだろう。とはいえ母は基本的に元気ではあるので、私の代わりに家事をやってくれる。毎日料理を作ってくれるのは本当にありがたい。私は一人暮らしの頃はよく半額になったお惣菜を買って済ませていたから、栄養が足りなくて肌荒れとかもひどかった。今私が3食しっかりと食べられていて健康でいられているのは母のおかげだ。まあ母が言うように結婚とかするなら私もちゃんと料理をしなければいけないのだが、やはり仕事を優先させてしまってそこまで手が回らない。いつかは母の得意料理のレシピを聞いて作れるようにしたいなとは思う。そういう気持ちで過ごしていたので、つい最近に私は母にロールキャベツの作り方を教えてもらった。休みの日に2人で一緒に料理をするのは楽しかった。母の手際の良さを間近で見ているだけですごく参考にもなったし、なんだか私も自炊をしたい欲が出てくる。それからというもの、私は休みの日に母に料理を教わるようになった。和食だったり中華だったり、母は本当に料理が得意なので、こんな作り方をしていたのかと教わっててびっくりする。人間みんな継続すればちゃんと学んでいくようで、気がつけば私はかなり料理のレパートリーが増えていた。もともと面倒くさくてやりたくなかったのに、最近では趣味の一つになり、ちょうどいいストレス解消法になっているほどだ。それから少し経った頃、母はかなり足腰が悪くなり、介護が必要な状態になった。日中はヘルパーさんに頼み、夜と土日は私が介護をすることになった。料理を母から教わっていて本当に良かったと思う。おかげで私が家事をしながら介護をすることができている。ナナミごめんね。本当なら私が家事をしてあなたを支えるべきなのに。何言ってるのよお母さん。私はこれでもかっていうほど支えてもらったよ。これからどんどん恩返ししていくから安心してね。ありがとうナナミ。母は私にとても感謝をしてくれた。
私が作る料理をとても美味しいと言ってくれるのはすごく嬉しかった。料理上手な母に褒めてもらえるだけでものすごい自信がつく。そうやって忙しくありながらも、私は気持ち的に穏やかな状態で日々を過ごしていた。気がつけば3年ほどが経っていて、私ももう39歳だ。母はさすがに私に結婚がどうとかは言わなくなっていた。介護をして家事をしてくれることがとてもありがたいようで、いつも感謝の気持ちを伝えてくれていた。だが母はさらに調子が悪くなり入院することになった。ちょうど家をリフォームして母でも生活がしやすいようにいろいろと変えたところだったから残念だ。しかし私も日中は仕事をしているので、入院をして看護師や医師の方の目の届くところにいる方が安心できる。それから私は仕事後に母の見舞いに行くようになった。お母さん、調子はどう？ああ、大丈夫だよ。本当にいつも来てもらって悪いね。そんなこと気にしなくていいの。私が来たくて来てるんだから。ありがとう、ナナミ。母は気丈に振る舞ってはいたが、かなり心細かったのだろう。私が見舞いに行くととても嬉しそうな、ほっとしたような顔をしていた。それから数ヶ月後、母は容態が悪化して息を引き取った。日に日に弱っていっていたので覚悟はしていたが、いざ亡くなるとどうしようもないくらい悲しかった。だがそれでも葬儀はしっかりと行わなければならない。私はすぐに葬儀屋に連絡をして葬儀の手配と準備をした。そして葬儀は無事に終わり、母をしっかりと見送ることができた。それから私は実家で一人で暮らし始めた。だが母の葬儀を終えて数ヶ月が経った頃、いきなり弟夫婦がやってきた。姉さん久しぶり。たかしじゃないのよ、どうしたの急に。それにかなさんまで。お姉さんご無沙汰してます。弟のたかしは私の4歳下で、かなさんとは結婚して2年が経つ。弟は高校を卒業後に就職をしてから、それからずっと一人暮らしをしていた。実家には正月くらいにしか帰ってこず、父が亡くなった時も私と母に全て丸投げしていた。母が足腰が悪くなっているからたまに顔を見せに来てほしいと連絡をしても生返事で、結局帰ってこないし、母が入院してからも1回くらいしか来ていない。葬儀の手配や準備も父の時と同様に私に丸投げをしていたし、昔から自分勝手に生きてきたタイプだった。そのためこうやっていきなり来たのにも何かしら面倒な理由がありそうだ。そして私の不安は的中していた。今日から俺たちここに住むことにしたから。はあ？何言ってるの？だって母さんいなくなったんだから、この部屋もかなり広くなっただろ。家賃を節約したいんだよ、頼むよ。いやいや、いきなりそんなこと言われても困るわよ。ここは俺にとっても実家なんだから、こんな綺麗な状態の家に一人で住むなんてずるいぞ。ずるいって言われても。頼むよ姉さん、俺たちもう部屋を解約しちゃったんだよ。適当なタイミングで出ていくからさ、一時的でいいからここにいさせて。私はため息をつくしかなかった。弟の諦めの悪さは天下一品だ。だから私が同居を認めるまで帰ろうともしないだろう。分かった。でもできる限り早く出て行ってね。やった、ありがとう姉さん。やっぱり姉さんは話のわかる人だよ。また適当な褒め方をして。弟夫婦はすぐに荷物を持ってきて移り住んできた。こうして私がそこまで納得していない同居生活が始まった。まあでも母がいなくなって寂しさを感じていたところではあったから、こうやって誰かが一緒に住んでくれているだけで幸せなのかも。私はそうやって前向きに捉えるようにした。だがそう思えたのは最初の方だけだった。ちょっとかなさん、お昼の洗い物そのままになってるじゃない。あーすいません、洗うのめんどくさくてそのままになってました。そのままになってましたって、それに服も脱ぎ散らかしてるし。もうお姉さんってなんか口うるさい小姑って感じですね。ちゃんと掃除しますからガミガミ言わないでくださいよ。別にガミガミは言ってないと思うんだけど。弟嫁は家事はあまりしない人で、そして部屋をすぐに汚してしまうタイプだった。そのためちょっとでも油断すると家の中はびっくりするほどお部屋になってしまう。私はそれが嫌なので、仕事後でも私が掃除をせざるを得ない。そして弟にそのことについて話すのだが、弟は弟嫁が部屋を汚していても気にならないそうなのだ。
そのため私が口うるさく注意していることも理解できないそうで、のんきに嫁いびりはみっともないからやめなよだなんて言ってくるほどだ。そして弟嫁は働かずに家にずっといるくせに晩ご飯を準備しておいてくれない。だから弟夫婦が引っ越してきてから私がずっと一人で用意をしている。弟夫婦は出してもらって当たり前といった感じで、私が作った晩ご飯を感謝もせずに食べている。寂しさが紛れるとは思ったが、ストレスは溜まっていく一方だった。しかも弟夫婦は一向に出ていく気配がない。ねえ、部屋探しはしているの？え？ちゃんと部屋を探して出ていくって言ってたじゃない。ああ、探してるよ。なかなかいい部屋が見つからなくてさ。だから待ってて。これは探しているふりをしているだけで全然探していないのだろう。弟夫婦が家に移り住んできてもう3ヶ月近く経つが、一向に出て行こうとしないし、本当に好き勝手に暮らしている。このままずっとこういう感じで暮らすのなら、出て行ってもらうことも視野に入れないとな。そう思っていた時、弟嫁が病気になっていることが発覚した。何でも手術をして入院もしなければいけないとのこと。あ、私死んじゃうのかな。どうしよう。落ち着けよ。ちゃんと手術をすれば治るって医者に言われただろ。でも手術に失敗したら。安心しろって、絶対に成功するって、俺がそばにいてやるから。たかし。弟嫁はものすごく不安そうにしていたが、弟がそうやって励まして不安を取り除いてあげていた。手術が必要になってしまったのは気の毒だと思う。弟嫁にはあまりいい印象はないが、それでも弟の大事な奥さんであり家族だから、早く元気になってほしいと思った。そんな中、弟嫁が入院した後に弟は私にこんなお願いをしてきた。姉さん、手術代支払ってくんない？え、どういうこと？いや、俺の給料なんかじゃ支払うの厳しくてさ。だけど手術をしないと治らないんだから、やるしかないじゃん。あんだけカッコつけた手前、お金がないとか言えなくてさ。頼むよ、どうか俺を助けてくれ。私はため息をついた。お金がないならあんなにカッコつけなければいいのに。だが手術をしないと治らないのに、お金だけで諦めさせるのはなんだかかわいそうだ。わかったわ。私が手術代を工面するから、ちゃんと治してあげなさい。ありがとう姉さん。私は弟に言われた額を渡した。そして弟嫁は入院をして、数日後に手術が行われた。それからしばらくは経過観察のために入院することになった。弟嫁がいないだけで家の中はすごく綺麗だった。やはり彼女が日中ずっと家にいるから、かなり汚くなっていたのだろう。まあ今はそれは置いておいて、彼女の病気が治ればいいな。私は無事に手術が成功することを祈った。どうやら問題なく手術は成功したようで、その後も容態は安定しているらしい。そして1ヶ月後、弟嫁が家に戻ってきた。カナ、退院おめでとう。ありがとう。カナさん、はい、これ退院祝いの花。ありがとうございます。弟嫁はそれから自宅療養となり、通院しながら様子を見ていくことになったそうだ。私も何度か見舞いに行ったというのに、弟嫁は感謝もせず、退院してきても私にはそっけない態度だった。弟夫婦は退院祝いにお寿司を食べに行っていて、私は一緒に行かせてもらえなかった。そして翌日、弟夫婦はありえない発言をしだした。姉さん、カナのために引っ越してくれないか？え？何言ってんの？私が落ち着かないんですよ。病気って精神的なことが作用されていることが多くって、ストレスもあまり抱えない方がいいんですよ。私からしたら、赤の他人のお姉さんが一緒に暮らしているのは嫌なんですよね。血縁関係がない他人は実家から出て行ってくれます？俺も姉さんみたいなやつと身内とか恥ずかしいんだよな。いい年して独身だし、女捨てたような見た目になってるし、そろそろ縁を切らせてもらうわ。弟夫婦はそうやって高笑いをした。この時私の中で何かが切れたような気がした。そう、他人ってことね。分かったわ。そっちがその気ならそれでいい。私も弟夫婦を永久に他人扱いすることにした。私はすぐに荷物をまとめて出て行った。その後、彼らは地獄を見ることになるのだった。
私はビジネスホテルで数日ほど暮らした後、一人暮らし用のマンションを借りて引っ越しを完了させた。家賃はちょっと高めだが、とても住みやすい部屋だったので、すごく快適に過ごすことができている。そんな中、弟夫婦から電話がかかってきた。おい、姉さん、どういうことだよ。なんだよ、リフォーム代のローンって。カナの病院代もあるのに、毎月15万も払えないよ。何言ってるのよ。あなたたちが私のことを追い出したんじゃないのよ。家を出ていくときにちゃんとローンの相続だってしたしね。あなたがちゃんと読まなかったのが悪いわ。お姉さん、それはあんまりじゃないんですか。タカシは私のために手術費を出してくれてお金がないんです。身内なら弟を助けることをしたらどうなんですか。もうこの際だから言うけど、あなたの手術費を出したのは私だからね。え？だいたい、タカシの仕事で大金を支払うのは難しいわよ。相当貯金でもしていない限りね。だけど、タカシは散財するタイプだから貯金は全くないみたいよ。嘘。それじゃあ私たちはローンを支払いながら病院代も支払って生活費も捻出しないといけないの？そうなるわね。まあ頑張ってちょうだい。赤の他人の私が関わることじゃないからさ。お姉さんごめんなさい。私全然知らなくて。そう、別に知らなくても知っていても構わないわ。もう私はあなたたちと関わらないから。それじゃあね。私はそう言って電話を切った。そして着信拒否にした。その後、弟夫婦は家を売りに出したそうだが、正直言ってあまり立地は良くないし、リフォームしたとしてももともと家はかなり古かったから高値では売れなかったそうだ。そのため数百万ほどの借金を抱えることになったらしい。弟夫婦は結果的にボロアパートに暮らしながら、借金を返して病院代と生活費に苦しむ日々を過ごしているそうだ。全部自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は一人で相変わらず快適に暮らしながら仕事も頑張っている。貯金もかなり溜まっているので、老後の心配もない。これからは新しい趣味とかも探して充実した日々を過ごしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。